今日は国立人類学博物館に行くんですけれども、でさっきですね、あの地下鉄初めて使ったんですよ。そしたらあの鉄道警察みたいな人たちになんか一人捕まってる人いましたね。地下鉄結構危ないんじゃないかっていう声もありますけど、まあ、確かに捕まってたんでね。確かに捕まってたんで、あの安全とは言えないと思うんですけど、鉄道警察が各駅に必ず一人いて、で時々電車内に乗ってきたりとかしてるんですよ。まあ、なので、まあ、あとは、結構広くて明るい車内なんで、思ったより安全だなっていう感じしましたね。地下鉄結構使えるなっていう、そういう感じですね。気持ちのいい。なんかメキシコの天気予報もあんまり当てにならないというか、雨とかいう予報でしたけど、結構気持ちよくね、晴れてます。さて、今日は土曜日なんでね、公園でちょっと散歩しつつ、もうメキシコ全土の発掘された宝が、その至宝がこの国立博物館に集められているということで、ここに行かなければメキシコは語れないということなんで、ぜひ行ってみましょう。
中だけじゃなくて外にも展示してるんですよ。なかなか見応えがありますね、これ。これはなんかゆっくり半日ぐらいやっぱかけて見る、そういう博物館ですね。あ、これとかもね、座ってますけどね。中で展示を見たり、外をこうちょっと歩いてリフレッシュしたり、なかなか質が高い国立博物館ですよ。わ、またすごいの来たな。ご覧ください、もうインディ・ジョーンズの世界ですね。スケールでした。広すぎて、で内容も多いんで、もう半日とかもう1日かけてじっくり見たりとかする、まあ、レストランもありますし、トイレもたくさんあるので、休憩所、あと外での休憩所もあるので、ゆっくりできますね。中にある展示されているものはほとんどオリジナルだと思うんですけども、外に展示されている、まあ、遺跡っていうのはちょっとこうレプリカ的なものがありましたね、はい、ちょっとこっそりコンコンと触ってみたら、作り物だったとかありましたんで、はい、ただ中の展示に関しては間違いなくオリジナルかなと思います。知識がない私が感じたところとしては、アメリカにいた先住民インディアンはこのアステカ王国とかインカ帝国のもともとルーツを持つアメリカ大陸人、まあこっちもメキシカンな顔してますよね。アメリカ先住民のインディアンっていうのは、はい、なんでここにいる、まあ、まさにメキシコ人、オリジナルのメキシコ人が、まさにオリジナルのアメリカ人ということでしょうね。イギリスから流れ着いてきたピューリタンですとか、あとはスペインから実際に新大陸を発見して、支配をし始めた、まあ、そこから西洋の血が入っていって、アメリカ人、今私たちがイメージするアメリカ人っていう人たちが生まれていったと思うんですけども、もともとのルーツは、ここまさにインカとかアステカとか、まあ、こっちの人たちの顔こそがまさにオリジナルのアメリカ大陸人、アメリカ人なんだなということはなんとなく感じましたね。改めて実感いたしました。非常にこうこれからメキシコ全土を回っていくのが楽しみになってきましたね、はい。まあ、メキシコを回るにしても中南米行くにしても、ここの国立博物館を実際に見てから行くといいなと思いますね、
はい、お、なんか民族の舞踊が始まりましたね。素晴らしい時間でした。国立人類史博物館でした。